ムアンナコーンシータンマラート軍はタイ南部にある軍。ナコーンシータンマラート県の県庁所在地でもある。ナコーンシータンマラートとはダルマラージャの治めるとという意味である。地元民による愛称はナコーン。一方でマレー語でリゴールとも呼ばれていたが、ここから日本語におけるロッコンの語が発生した。ナコーンシータンマラートには三世紀頃からインドからの入植が見られ、 タンブラリンが王国の首都リゴールとして栄えた。9世紀から11世紀にかけては、ドバーラバティ王国の勢力が及ぶようになり、大乗仏教が信仰された。12世紀頃をシータンマソッカラート王により、ナコオンシータンマラート王国が成立。この王国は、カミザブ仏教を国境としたほか、一時的に、マレー半島全域を勢力下に置くほどの勢力を誇った。 ナコオンシータンマラートの城壁13世紀には、スコータイのラームカムヘン王により、スコータイ王国の勢力のもとに置かれた。当時、ナコオンシータンマラートではすでにカミザブ仏教が普及しており、マレー半島における仏教の中心地であり、一時期は一万二千人の僧がいたとも言われる。このため当時は、ムアンプラとも言われ、スコータイからも、 僧侶の派遣を求められるほどであった。この時、仏教教育の中心を成したのはワット・プラマ・ファーターと、である。地元の大東市によればこの寺院は311年の建設と言われるが、歴史学者は13世紀頃に建設されたとしている。ナコ・オン・シー・タンマラーとは、アユタヤオー・チョーカでは、マレー半島貿易でにぎわう一方で、 たびたび離反する、マレー系省庁に対する防衛都市として機能した。山田長政の左遷先もナコオンシータンマラートであり、ここで、パタニ軍と交戦した後死亡している。ナコオンシータンマラートは、ラーマ5世の着陸改革の後、周辺の地域と共に県を形成、県庁所在地となった。ナコオンシータンマラート駅県西部の山岳地帯に、 源を持つ多くの川が形成した平地に位置し、西部は大まかに山岳地帯、東部は海に面している。国道403号線が国道41号線とトラントを結んでいる。北方面には国道401号線が出ており、スラートターニーと接続している。南には408号線が出ており、ソンクラーとつながっている。大国有鉄道南本線。 ナコオンシータンマラート市線の終点があり、また、ナコオンシータンマラート空港も存在する。市内の主な産業は農業と商業であり、農業は米の生産が盛んである。ナコオンシータンマラート市は16のタムボンに分かれ、その階に114の村がある。市内には4つの自治体があり、以下のようになっている。また、軍内には13のタムボン行政隊が、 設置されている。なお以下は、市内のタムボンの一覧である。うち、表で書けている番号のタムボンは分離し1994年に、プラプロム群となったタムボンである。ありがとうございます。